県大会に報告がありました。その国にはおっちょこちょいの王子スタッフィーがいたのです。伝説のスタッフィー、大切な壺と一緒に自分まで落ちてしまったスタッフィー、彼は無事天界に帰ることができるのでしょうか。こうしてスタッフィーの大冒険が始まるのです。可愛いスタッフィーが海の中をスイスイ、海の中で出会うたくさんの仲間たちからのアドバイスと得意のスピンアタックでステージを乗り切れ。可愛いだけじゃないんだ、スタッフィー頑張れ。カラフルで楽しさいっぱいのステージと誰もがすぐに遊べるシンプルな操作性はまさにアクションゲームの原点。スイスイ楽しいマリンアクションゲーム、伝説のスタッフィー。あの、みんなどこ行った？